今日は、ビートを作って、まあ、どこまでできるか分からんし、どういう曲を作ろうとか何かイメージがあるわけでもないけど、とりあえずやりすぎた次の日はこういう時こそみたいなね、何か動物的な本能ですごい疲れた時とかは、なんかそういう作品が、いい作品が生まれやすい、自分の中でね、そういう感じで今日もやっていきたいと思います。 CTP 先輩のレコードを保管してるみたいな感じなんで、だ種類もいっぱいあって、ソウル、ファンク、テクノとか、まあ、ジャズとか、まあ、ヒップホップもちょろっとあるんですけど、だからまだ全然聞けてないから、まずは聞くとこから始まります。こういうバシッと撮ったやつがね、トーキンジャズ喋るんですかっていうやつ。こういうジャケを見て、なんかね、今田さん、これ矢が描いた絵じゃないの描きそうジャケブロックパーティーっぽい STB、 この辺全然見てなかった。これ良さそうじゃん、ブラック、うん、とりあえずこんだけあるからこれをまず聞いてみたいと思います。どれからいこうか、ネタ集めみたいな感じですね今。同じレコードですか？裏？死にスローにしよう。
とかベースが太ければ太いほど。さすがこの番ちょっと飾ろう。すごいいいよこれ。ちょっとブラックウルフシンセミラハッピネスアフリカの地プッシュプッシュファイヤーシット&ワンダーシンセミラインデュランスヴァンパイア。ちゃんと解説が日本語で書いてある。この版がシンセミラね、ブラックウルフで、これレッドね、チルアウトね、あとライブ。これはすごい、1個ずつね、今カットします。っていうことはます。で、これをパッドに新規サンプラーにトラックに変換。もう朝がインされました。いいよ、これでもうやっちゃいます。録音します。カウント4。で入れたいな、これな。だからもうちょいこれをもっと半分にして、あ、分かった。これ2回目を半分にして、でこれ頭に。いきます、隙間に入れていきます。ハマったっすね。
キックとか送っちゃうから。終了。お疲れ様でした。